はい、こんにちは、文具王です。オリンピックの話題が、徐々に盛り上がりつつある今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の文具王のコレクション取って出しはこちら。はい、オリンピック手帳っていうね、東京オリンピック1964年のオリンピックの時に、作られた、オリンピック手帳です。裏返すとですね、パイロットフェスティバル東京って書いてあります。開けるとですね、こんな感じです、パイロットフェスティバル東京オリンピック手帳と書いてあります。まあ、要はどういうものかというとですね、パイロット、あの万年筆のパイロットですね、フリクションのパイロットです。あのパイロットがですね、東京オリンピックの時にですね、多分フェスティバルでなんかイベントやったんでしょうね。イベントというかなんかで、配布したものと思われます。詳しくは調べてません。またちょっと分かったらお知らせしたいと思うんですが、中なんて書いてあるかというと、栄光の記録を記すパイロットということで、ここですね、オリンピック史上最大の大会となることを予想される東京大会です。この世界の祭典を成功させるため、パイロットでは2年前からテレビ番組を通じてオリンピック基金に協力してきました。世界の和光堂が記録に挑み、東京で記録を書き換える。このフェスティバルに筆記具の総合メーカーとして、パイロットがその成功を共に喜び合いたいとの願いを込めて打ち出したのが、このパイロットフェスティバル東京のキャンペーンですと。老いも若きも共にオリンピックを見守りましょう。競技場にかかる、上がる、各国の国旗に友愛と敬意を込めて拍手を送りましょう。そしてこの小さな手帳に書き込まれた祭典の記録に残る日の丸の数はいつまでも私たちの誇りとなるのですということで、要するに、オリンピックの記録をつけようと。それもまあパイロットの万年筆で、オリンピックの記録をつけようねっていうことでですね、作られたノートです。で、まあ、競技場がどこにあって、これはね、ですね、ここのところ、はい。大会の競技日程ですね、当時の、競技が書いてあります。で、その後にですね、競技場、それからほら、こんな陸上競技とかあるとですね、100メートル、ね、で、なんか男子、15日木曜日、で、金銀銅がどこだっていうのが書かれるようになってます。で、これをですね、まあ、それぞれのですね、200メートル、400メートルみたいな感じで、それぞれの記録、そして、ローマ大会の、1位、これ前回ですかね、で、括弧内は世界記録ということになってますので、ここにですね、記録があって、まあ、今回はどうなのかっていうことがわかるようになってます、というふうに、こんなふうにですね、なってまして、過去の記録と、あと今回の金銀銅を書いていくというふうになっていますね。はい。まあ、こんな感じで、水泳、水球、自転車、バレーボール、もう、ずっとこうありまして、よいしょ。はい。結構ね、あれなんですけどね。で、過去の情報も一応ありまして、うん、上位6カ国メダル総数、あ、メダルの総数とかも書くところもあるんですね。はい。組織と運営。オリンピック委員会 IOC の、なんかね、これありますね。各国、競技連盟とか、こういうですね、組織図があって、過去の、参加状況と、その時のメダル獲得数っていうのが書いてありますね。だらら ーとあります。ということで、そうですね。ここまでの、やつがあって、まあ、第18回目が東京になってるよ、ということですね。なるほど。という感じです。で、あとは後ろの方にですね、まあ、メモ欄があってということでですね、最後にパイロット万年筆って書かれてますけれども、まあ、こんな感じでですね、なかなか行きじゃないですか。まあ、オリンピックの記録を、まあ、ね、つけるのは、まあ、万年筆メーカーとしては、うちの万年筆で、オリンピックの記録をつけようと。そしてここに、記された金メダルの数は、まあね、これからずっとですね、自分たちの誇りだということでですね、まあこういうね、メモを配布してキャンペーンをやると。で、
スポンサーをやっていたということなんですね。なので。で、まあ、これが割と、こう、すごい、ポケットに入るサイズで、オリンピックを観覧というか、応援に行った人はですね、このポケットから出してすぐにかけるようになっているということでですね、なかなか素敵な、グッズじゃないかなと思います。なんか今度のオリンピックでもやればいいのにねって思わなくもないですけれども、どっかがやるんでしょうかね。という感じですね。まあ今、権利関係とかがいろいろとややこしそうなので、どうなのかはわかりませんが、なかなかに、素敵なノベルティじゃないのか。素敵なキャンペーングッズをですね、作っていたパイロットでしたと。これね、フェスティバル。まあ、何かペンでも買ったらくれるんですかね。そこら辺の条件というか、何でもらえたのかとかは、また分かったらお知らせしたいかなというふうに思います。まあ、今度のオリンピック、まあ、いろいろ言われてますけれども、ね、どうなるのかは、分かりませんが、まあ、私はあんまりスポーツには興味がないので、持ってても記録をつけるかどうか分かりませんが、まあ、こういうグッズが出るっていうのもなかなか面白いなと思うので、オリンピックグッズも、ね、まあ、こういうのを見たときに面白いなと思って、入手した次第でありますということで、今回は、ね、ずいぶん前に手に入れたんですけれども、このね、東京、1964年の東京オリンピックの、オリンピック手帳のお話でした。以上です。